皆さんこんばんは、駅のゆきねです。今回はモードチェンジで多彩な動きができる無料配布の新キャラクター、タンガイブチちゃんを解説していきます。よかったら最後まで見ていってもらえると嬉しいです。それでは解説スタートです。ゲヘナ学園に通う1年生、ゲヘナの生徒会であるパンデモニウムソサイティの議員で、最年少ながら先輩たちと共に日々頑張っている女の子。通常時は味方にバフを配ったり、相手にデバフを与えてくれますが、とある生徒と組み合わせると性質が変化するという面白いキャラクターです。役割はストライカーで、クラスはサポーター。バフもしくは火力という切り替え可能のエクストラスキルがあり、デバフスキルや自己回復スキルも持っているので、生き残りながら部隊を補助することが得意です。ではそれぞれのスキルを見ていきましょう。まずはエクストラスキル。使用コストは3で、自分を除く円形範囲内の味方の攻撃力を35秒間割合で増加します。複数の味方の攻撃力を上げるというシンプルなバフスキルです。自分を除く味方なので、息吹は恩恵を受けられませんが、3コストと取り回しやすく、範囲も広い上に効果時間も35秒と良好。倍率に関しても優秀で、レベル最大なら 50% 超えと強力です。倍率や効果時間、範囲などに差はありますが、ストライカー版の小玉といった感じのスキルで、個人的にはかなり評価したい強さのスキルです。ただ、息吹最大の特徴はこちらではなく、もう一つのエクストラスキルです。息吹は特定の生徒と組み合わせると、エクストラスキルが変化するという非常に珍しい能力を持った生徒です。タクティカルサポートであるイロハと同じ部隊に編成し、イロハのスキルを発動、トラマルを召喚することによって、息吹がトラマルに登場し、その性能が変化します。この状態のエクストラスキルは、コストが5になり、円形範囲内の敵に対して攻撃力を参照した倍率のダメージを与えるようになります。コストは上昇しましたが、その効果範囲は非常に広く、範囲選択スキルとしては破格の広さを誇ります。ただ倍率に関しては決して高いとは言えず、参照する攻撃力もイロハとイブキの合計というわけではなく、トラマル自体の攻撃力。つまりトラマルのステータスと編成画面で確認できるイブキの補助値分のステータスの合計なので、イブキの攻撃力が丸々活かせるわけではないのは辛いところ。また注意点として、このエクストラスキルとトラマルの手法発射スキルは同時に打てません。手法発射については以前のイロハの動画でお話ししているので省きますが、簡単に言うとこれがないとトラマルを使う意味がなくなるくらい超重要なスキルです。この手法発射発動タイミングでイブキのエクストラスキルを使ってしまうと、手法発射をキャンセルしてしまい、火力がガタ落ちするので気をつけましょう。タイミングに気をつけながら使えば、トラマルは定期発動の手法発射と息吹のエクストラスキルによってコンスタントにダメージを出していけるようになります。トラマルに息吹が乗ると挙動もかなり変化し、この状態ではエクストラスキル以外の息吹のスキルは発動しなくなります。トラマル自体にバフをかけることは可能ですが、V のようにコスト減少系の能力は受け付けないみたいです。トラマルの効果時間が終了する、もしくはトラマルが撃破されるなどでトラマルが消えてしまった場合、息吹がその場に現れます。またこれは何回か試しても同じようになったので、多分仕様だと思いますが、トラマルが倒されて息吹が現れると、なぜかトラマルに乗った時より HP が減ってます。トラマルが撃破されて息吹が降車すると、トラマルが最後に受けたダメージを息吹が受けるという情報もあったので、そういうことかもしれません。ちなみに小ネタ的なものですが、息吹がトラマルに乗る際は瞬間移動するわけですが、この時に受けたダメージなどは無効化されます。なので、うまく狙えば映像のように、あるの攻撃でやられるはずだった息吹をタイミングよくトラマルを召喚し、瞬間移動させることでダメージを無効化、生存させるというコテクが使えます。トラマルを召喚している間はダメージ役、それ以外の時間はバフ役になれるという面白いスキルです。個人的にはトラマル登場時のスキルもいいですが、通常時の攻撃力バフがかなり優秀だったので、トラマルに乗らないという選択もありなキャラなのが面白いと思いました。一応、イロハと一緒に編成しても、編成画面でトラマルに乗らないように設定することもできるので、安心して使っていきましょう。続いてはノーマルスキル。30秒ごとに発動し、敵1人に対して攻撃力を参照した倍率のダメージを与えます。さらに20秒間、攻撃力を割合で減少してくれます。時間経過で神秘属性のダメージを与えながら、攻撃力デバフも与えてくれるスキルです。ダメージに関してはサポーターなので、そこまで期待できるものではありませんが、本体はデバフの方。最大レベルなら約 24% の低下量になり、対象が単体なのもあって、敵の攻撃が痛い総力戦などの高難易度コンテンツで輝きそうです。ただし、トラマルに乗っている間は発動しないので気をつけましょう。次はパッシブスキル。自分の HP を割合で増加してくれます。息吹の HP を増やすことによって生き残りやすくしてくれるスキルです。
サポーターなので、やはり素の耐久は難ありですが、こちらで弱点をカバーしてくれます。ただ、割合強化を活かすための固定値の上昇量が少ないヘアピン装備なのがたまに傷。固有にまで解放すると、さらに HP が固定値で上昇します。元のパッシブスキルの割合上昇と噛み合いがいいのは高ポイント。息吹はイベント配布なので、入手自体は非常に簡単ですが、押し上げはイベントをコツコツやらないといけないので、ちょっと大変。初期状態は星1なので、この状態だとエクストラスキルとノーマルスキルしか使えません。すべてのスキルを使うためには、星3まで到達する必要があるので、開催期間中にできるだけ頑張って文字を集めてみましょう。最後にサブスキル。エクストラスキルの使用開始時に、自分に対して注力を参照した倍率の回復効果を与えます。エクストラスキルを使うだけで回復するので、ヒーラーなしでも自分の生存力を高められるスキルです。実は倍率が結構高く、最大レベルなら約 170% の回復効果。しかも息吹は偉いので、しっかり注力の上がるネックレス装備。賢いですね。十分な強化がされていない息吹でも回復量はこんな感じ。エクストラスキルで味方にバフを配りながら、自分はモリッと回復します。本職のヒーラーほど大きく回復するわけではありませんが、低コストバフであるエクストラスキルを打ちながら、自動で回復する量にしては十分だと思います。ただ、こちらもトラマル登場時は発動しないので、手法を発射してトラマルの HP を回復させるなんてゲートはできません。いろいろこなせる神秘サポーターです。複数の味方に攻撃力バフを与えるエクストラスキルに、デバフ能力と生存スキルも持っているので、息吹はいろいろな仕事を一人でこなす器用な神秘サポーターです。また、イロハと組み合わせることによって、ただでさえ強力なトラマルの能力をさらに引き上げることもできるので、息吹にしかできない役割というのをしっかり持ったキャラクターです。スキル上げの優先度は人によると思いますが、個人的にはバフ性能が左右されるエクストラスキルを最優先で強化。次に攻撃力デバフのノーマルスキル。その次に自己回復のサブスキル。最後に耐久性向上のためのパッシブスキルという順番がいいと思います。状況に柔軟に対応できます。バフ役とデバフ役をこなしながら自己回復もできるという高難易度向きの側面もありながら、強力なキャラであるイロハのサポートができるという2つの面を持っているので、様々な状況に柔軟に対応できます。自己回復があるといっても、タンクのように耐えられるキャラではないので気を使ってあげる必要はありますが、持っている能力はサポーターとしては十分な水準です。特にただでさえ強力なイロハのサポートができるという唯一無二の能力を持っているため、イロハが刺さるコンテンツにはぜひ一緒に採用したいキャラクターです。イロハの主戦場は戦術再構成なので、そちらへの採用が増える可能性がありますが、イロハとイブキで神秘枠がもう2枠なので、ユーカのような重装甲タンクを溶かしきることはますます難しくなる可能性はあります。それでも広範囲のダメージスキル、息吹によるトラマルの粘りの向上などで今までになかった戦いができるかもしれません。高難易度コンテンツならイロハお得意のペロロジラ攻略に同時編成で挑んでみるのも面白そうです。肝心のイロハがガチャからしか出ません。イロハと組み合わせることが前提になっている息吹ですが、肝心のイロハの入手手段がまさかのガチャ排出のみです。無課金で手に入れようとするなら、膨大なすり抜きの中から紙引きを決めるか、ピックアップ時に引き当てる、天井分の石24000個を使って天井交換など結構ハードルが高いです。もちろん息吹関係なしにイロハは単体でもめちゃくちゃ強力なキャラではあるので、引いて損などないわけですが、ゲットできるかどうかは運次第です。ただ息吹はイロハなしでもサポーターとして普通に運用できるスキル構成にしてもらえているので、息吹が無料配布ということも相まって確保をお勧めしたいキャラクターです。可愛いです。息吹はとっても可愛いです。これまでもストーリーの中で登場してはいましたが、3周年フェスで満を持しての実装発表、多くの先生が歓喜しました。リズナストーリーでは息吹の可愛さが惜しみなく描かれ、なぜ癖の強いパンデモニウムソサイティの中であんなにも愛されているのかが納得できるお話でした。カフェモーションなど息吹の動きにもこだわりが見られ、まさに先生たちが見たかった息吹がそこにいます。特にメモロビはそこに至るまでの展開やイラスト、ボイスを含めてめちゃくちゃお気に入りなので見てみてほしいです。というわけで、息吹の推しの先生はぜひぜひ育ててみましょう。解説はこれで終わりです。まだ息吹を持っていなかったり、どんなキャラなのかわからない方への簡単な紹介になっていたら嬉しいです。この動画は僕が生徒を実際に使用してみて、いろいろ思っていたことをまとめてみた動画です。僕よりもたくさんブラーカをやってきている先生はいっぱいいますので、あくまで一先生の意見という内容になっています。もしよかったらチャンネル登録や高評価いただけると励みになります。ではまた次の動画や配信でお会いしましょう。